ご存知近藤義人さんですね今年は世界選手権もしっかり、あと琵琶湖バレーとか、はい、あと何でしたっけ、たくさん、まあ、ザオとかね、比叡山とか、比叡山もね優勝されてました、はい、今日は大杉さんと途中までね、はい、2人でリードする展開でしたけれど、はい、どうこう思ってたレースになりましたか。いやもうちょっとなんか体調がいいかなと思ったんですけど、思ったよりも体調がなんか良くなくて、あ今日ちょっともうまずいなと思ってたんですけど、まあなんとか、まあ、我慢してなんとか2番になれたんで良かったと思いますけど、はい、お腹の具合とか風とか、意外にお尻と背中の筋肉が疲れてまして、思ってた以上に、はい、それでちょっとあ今日やばいなと思いながら走ってましたね。この辺の伊賀とか、はい、この忍者この辺のコースとかも来たことありますか、はい、初めてですか。コース見てなんか同じとこ何回も行くもんですから、いやこれは絶対迷うなと思って思想に来たんですけど、やっぱ思想に来た時ももう全然迷いまくりで、ああもうこれやばいなと思っていう感じでしたね、はい、今日はその 後半部分が思想に行ってなかったので、まあ、思った以上にきつい山だったので、そうですね、はい、そこら辺で、あここら辺思想してればまた変わったのかなとかも思いましたけど、もう11月に入りまして、はい、シーズンももう今年のシーズン終わりそうですけれども、はい、まあロードのマラソンとかもね、いろいろ駅伝とか予定あるのかと思いますけど、近藤さんの今後の予定は。まだ来月にイズトレイルジャーニーに出るので、まあ、今日も、まあ、そのための練習っていう部分もあって出させてもらったみたいな感じなんですけど、まあ、そのイズトレイルジャーニーを目標に頑張りたいと思います、今から。はい、伊豆は大杉さんも出るって言ってましたから、僕も第1回は優勝してるのがあるんで、はい、まあ、地元ですね、静岡なんで、はい、ちょっと頑張りたいと思います。はい、また2人のバトルが、ね、見られること楽しみにしたいと思います。ぜひ今度は、ね、近藤さんの、ね、勝利ということで期待してますんで、そうなればいいですけどね、はい、ということでした、はい、ではまたゆっくり休んでまた来月楽しみにしてます、はい、おめでとうございました、お疲れ様でした。ありがとうございました。